bye の大問題この番組は私八幡がこれはやばいぞどうなっているんだという疑問や、えー、思いをですねいろんなゲストの方に直接ぶつけて、えー、見解を聞いてみようという番組です今回のゲストもジャーナリスト山田篤さんにお越しいただいてます山田ですよろしく はい、山田さん、あの私、久しぶりのスタジオの収録ということで,、うんです,ね、すごく嬉しいんですが、あのーね、新型コロナウイルスの感染者数が東京を中心に高止まりをしていますね。そう じわじわと上っている感じですよねそうなんですよね、うん、だからそれちょっと心配だなと思うんですけども、うん、今現在ですね7月の3日なんですが、うん、その時点で2日連続で100人を超えてしまっているということで今日124人とかね、うん、出てますよね、うん、でもなんかこう都知事をはじめ政府はこれは第二波ではないって固く何を言っているし、うん、まあ というか第2波というか第1波も収束してないんじゃないかっていうことをういうこと指摘されているんですけどね、うん。まあでもこの私たちの、ね、生活の中でまだまだ新しいワクチンもできていませんしうまくうまくというか付き合っていくしかないんだろうなと思うんですけども山田さんから見ていかがですか、まあ、特にその経済にかなりのダメージをもたらしているかなと思うんですが、ね。うん そのなんか事業が苦しくなるとかお客が来ないとかもう成り立たないまあ今エンサの声がたくさん出てますよね、はい、だからその辺を微妙に意識してちょうど都知事選挙もあるしだから本当はもうね東京アラートであそこのレインボーブリッジが真っ赤になってもおかしくないぐらいの状況になってるんだけどまあそうは言ったってま,あまだえ日本あの東京の医療機関にはベッドが余ってますからみたいなことを言って。 大事にしたくないないっていう感じがるわけですよ,ですよ、ね、だけどね前もそうだった、うん、あのちょうどあれはオリンピックの前でしたでオリンピックだからとは言わなかったけどもなんとなくいや大したことない大したことないって言ってオリンピックがダメになったと思ったらウィズ・コロナとかねパンデミックとかって言い出したじゃないですか、はいはい、だからそれと同じように、まあ、とりあえず今回も少しローキーレ行って選挙終わったら またなんかね、うん、これでも、あの、もう一回アラート出しますみたいなことを。言いかねないなって感じしますね。すねいや、なんか、まあ、このタイミングばかりは仕方がないんですけど、うん、やっぱり、こう、タラレバはダメですけど、その。そ えー、オリンピックがなかったらとか、うんえー、選挙がもっと先であればとか、うん、すごい思ってしまってなんかそれのせいでタイミングももうちょっとこう悪いくって、うんんね、どんどんなんかこうなんですか、ね、収束するものもしなかったんだろうなっていうのもあって、うん、だからねこれ第一波の残党だとすれば、うん、隠れたわけじゃないですかいろんなところにね、うん、隠れたのがまたごそごそ動いて感染が広がってる。うんうんはい あの今日あのいつも「デモクラシー・タイムズ」に出てくれている児玉先生がですね、はい、日本記者クラブでさっき記者会見やったんですが、はい、その時にこれは第一波の名残で、えー、結局無症状の人でなかなか見つけにくかった人たちが結局残っててそこからまた感染が広がってるんだと。だこれはもうやっぱり十分気をつけていかなきゃいけないんで相当これに対しては。 徹底した検査で当たらなきゃいけないってことを児玉,、うんはい、玉さんが言ったのは例えばその東京が言うように池袋とかね、うん、新宿のそういう夜の街が危ないっていうんだったら、はい、新宿や池袋やなんかに対して集中的に PCR 検査とか抗体検査をやって、うん、どこにどれだけこの関係者がいるのかっていうことを迅速にやらないと、うんえー、もうちょっとしてからもうちょっとしてからって言ってるうちにどん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 。 感染が広が広っだからあれだけ夜の街「夜の街夜の街」って、ね、言うんだったらちゃんとね、うん、検査とかそこを本当におっしゃるようにそういう、まあ、空気の人たちもいらっしゃるでしょうから、うん、一緒に協力してやってほしいなとそう。数が増えたたのののは、ねえー、夜の街の人たちが ホストクラブの人たちが集団検診したからですなんて言ってるわけですよ、うん、いやそうじゃなくてもそのホストクラブだけじゃなくて当然その人たちが出入りしてるいろいろお店とかいろんな地域あるわけだからそういうもう池袋と池袋を集中的に、うん、やっぱり都の、まあ、保健所でもいいですし、はい、いろいろな大学の研究機関で小玉先生に言わせればですねもう PCR 検査をもうどんどん拡大して何万の単位でもうできるだけの体制があるんだと。 問題はやる気があるかどうかだというふうに言ってますから小池さんにそのつもりがあればですね私が責任を持って検査しますって言えば女帝なんですからね。 いやねだからまあこの今この番組ご覧いただいている時にはあのもしかしたら新しい都知事が決まっているかもしれないですけども、うん、まあやっぱりその辺の,、うん、その現都知事の小池百合子都知事がやってきた対策が果たして良かったのかどうなるのかっていうところもぜひその都民の皆様には見ていただきたいなと、ねうん、関西から思ってはいたんですけども、まあ、あの、うん、こっちに住んでる者としてはですね今愛、ね、ちゃんがそういうふうに言われたけど。 ななんかやってたっけなっててたけ感じですよね、うんうん、確かにあの財政は結構あるからいろいろなね独自のえそういうあの中小企業に対する補助金みたいなの出しますってのがあるんだけどじゃあ古都感染防止に対して何かやったかっていうと小池さんが言うのはホテルの空き部屋を確保しましたっていうのがありますけどそんなもんかいらと例えばえ武漢だったらばもうドッと入ってですね1,000 小の病,病院が2つ作るとかねそれに対して全国から医療従事者を入れて集中的にそ,のそこをあの防御するとかっていうある意味でめ見てわかるよような形の感染対策をがっっちりやったわけですよで東京はそういうことはやらないで、まあ、ウィズコロナとかアラートとかねんそんな話だけをしてて身のあること今,今でもこういうわけ 夜の街夜の街っていうんだったら「はい、夜の街の皆さんしっかりやってくださいね」じゃあやっぱりダメですよね。なので関西に言いますとですね、まあ、東京ダメやなっていう話に、ね、やっぱなってしまって、うん、そこでやっぱりこうね、まあ、前回の放送でも、うん、あのいろいろ言わせていただきましたけども、うんえー、大阪市長そして吉村知事があの言うわけですよ、うん、大阪は封じ込め年、ね、成功したと。うんでまあ その比べるレベルが私の中ではね低いと思うんですよ低いから彼らがちゃんとやったように見えてしまっているそうなんだよねだから東京がやることをやらないもんだからなんとなく大阪が立派だなみたいな感じになって、うん、だから、ね、なんか2人のねな漫才コントみたいなこと始まってですね <laughs>、うん、給付金入ってないんですけど市長みたいなでも昨日ボーナス入ったでしょみたいな。<laughs> い <laughs> いやいやっていうあれでねやっぱこの給付金もやっぱ大阪でも遅いんですよ <laughs> 遅いんですけど,ど,どまあ,あのお店もバタバタ潰れていますしや本当そうですよ。<laughs> でなかなかその,あの持続可能なのねあの給付金もいっぱい制度としてはあるようですけども <laughs> なかなか。 申請して入ってくるまでに至らないのでその経済的な効果もそれは全国を通して心配ではあるんですがそういう日々、都知事選もそうですけどもコロナの話とかニュースをつけていると入ってくるのでなんかこうちょっとですかね目にしないんですけど私、すごい今回びっくりしたニュースがあってっていうのがですね香港がなんかすごいことに大変なことになっているとツイッターで知ったんですよ。 そうでどういうことって思ったらニュースとかお昼のワ,ワイドショーとかニュース番組でも、うん、まあ少しはやってるんですけども、うん、まあ今日7月3日なんですけども、うん、今日そのニュースで取り上げられていたのが習近平さんがその来日をしようとしてたのを中止するっていうのを自民党が、うんえー、出したっていうようなことはあのされてたんですけどもじゃあなぜっていうのの,その詳しい。 っていうまでは何かやってない印象があって、うんうん、でその私の中ではですね、えー、まあ2019年から今年にかけて香港民主化でも過激になったというのは、えー、まあ地上波でもよくやっていたなとよくあのテレビやなんかの映像を見てると、はい、市民がわーっと騒いでそれでそこに対して武装した警察官が。うんうん ドーッとガン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 ってやるっていうね、はい、そういういシーンを散々見せられてましたよねそ,で、はい、でその時はわー香港大変だなーってでまだそのコロナもそこまでなってなかったので、えーまあ、ちょっと香港は危険だから旅行には行けないねぐらいな感じで皆さん思ってたと思うんですけども、うん、その結果逃亡。 え逃,亡逃亡犯条例改正案の完全撤回が達成されたというニュースが入ってきたんです,そうですねで。それでなんとなくちょっと終わった感が、うん、あの出ちゃったのかなと思ってでそれは私自身も反戦の年段なんですけどもなんかそれでこう丸く収まった、まあ、丸くは収まってないけど、ね、なんかこう民主主義が勝ったぐらいのかのような、ね、そう、うん、思ったのに、うん、その6月30日ですか香港 国家安全維持法というものが、うんえー、施行されまして、うん、でそれを受けて次の日からどえらいこととになってるとそうですね、うん、だからねさっきあのアイちゃん言ったように、うん、最初はあの香港でなんかいろんな悪いことをした人はですね捕まえたら、えー、大陸の中国の方に引き渡すぞと、はい、そういうことをあの、まあ、認めてくださいという話で。うん 冗談じゃないよと、ね、香港で捕まるぐらいだったらまだいいけどあの大陸行ったら消息不明になっちゃうかも分かんない、うん、どうなるか,分かないしょっちゅうもう香港だったらばその世間の関心が効いてるんですけども、はい、中国大陸の中に入っちゃうとどうなってるか分からない、うん、例えば日本からでもですねいろんなビジネスマンであったりとか学者であったりした人が中国大陸に帰ったり入ったりした途端消息不明になって。うん でで家族が心配してししててばらくすするると取り調べを受けけました、うん、みたみいなな話になるわけですよそれで長期交留されて出てきた時は何ともない顔して出てきてるんだけどもう、うん、相当相、ね、当んかこう口が重くなってるとかなっていう、うん、そういうことがよくあってあの向こうで拘束されるとほとんどわからないんですよね。はい、それでうまくされて出て帰ってこれる人だったらいいんだけどそのまま行方不明になっちゃったり、うん、だからそういうふうな危ないことは嫌だよと。 それはこっちはもう香港というのは一種の一国二制度で言ってみたば政治活動の自由も認められてる、はい、言論の自由も認められてるだからこっちはこっちでやってよねってその何かあったからって言って、うん、いちいち中国に連行されるのは嫌だよって言って大騒動になって、はい、それでまあ結局、えー、香港の指導者も、まあ、しょうがない、うん、それはちょっともう無理だねこんだけみんな騒いでるしっていうんでまあ たあの北京政府もですね諦めたかに見えたんだけ、はい、そうしたらば県と従来じゃないけども、うん、しばらく経って全国人民回廊、はい、日本でいう国会みたいなのができて、はい、そこで、まあ、習近平体制がまた、うんね、奮闘を締め直したっていうかそういう感じになったらその終わった後の常務委員会でちゃんと法律を決める。だから その別に選挙で選ばれてる人たちが決めてるわけじゃないんだけども、うん、そういう地域からこう送り出された人たちの、まあ、言ってみれば代表がですね、まあ、かなり厳しいこんなもう香港もそんな勝手なことをさ,、うん、さすわけにいかないよっていうことを北京で決めちゃったっていうことですよね。はいうん 結局、その、まあ、香港がね、そうやって民主化、うん、まあ、は、がこうデモが過激になったっていう流れも受けて。うん、なんか、この勢いが中国の、の、なななんか、全土に入ってきたら困る。みたいな、それもあると思うよ。なの、ね、で、ちょっとおとなしくさせるために、うん、みたいな。中国の中の人向けのことでもあるんですかね。うん、あの、香港であれだけ、大きなデモが起きて、うんはい、しかも暴力だけじゃないんですよね。大集会。もう、ほとんど香港の人の半分ぐらいが。 週刊に参加しているようなのが連日開かれたわけですよ。うん、そうするとこれは世界にこのニュースが流れるインターネットも流す。はい、だけど中国の中じゃ見れないんですよ、ねですね、中国の放送局はそういうの一切やらない。そ,うん、それで仮にその C N N とかあ向こうで見られる N H K ね、うん、海外放送みたいなあるんだけど、このシーンがあるとですねポッと消えちゃうんですよ。<ー>で僕もびっくりしたのは昔あの中国に行って。 ちょうどチベットがいろいろ問題になった時で、はい、そのチベットのニュースっていうのは我々もすごく気になったから見てたんだけどまあホテルなんかに行くとあのそういう国際放送があるわけ、はい、CNN とか、ね、NHK 国際放送で、うん、プッと始まって、えー、チベットで何とかっていうのは5秒ぐらいあるとプツンと消えて真っ黒になっちゃう。うん、なんだこのテレビおかしいなまたこっち見にたらまたプツンと消える。 支局長に聞いたあそうなんですよとこうやってみんなあの公安が見ててこれはまずいってなると、えー、あこれまずいって言ったりポチンとこう消すんだとんあそういうこととでインターネットも何で,、ねまあ、でも自由にできないだからある意味で中国は情報鎖国になってるんだけどもかといってそれだけ香港で盛り上がるといろんな形で海外経由とか入ってて何、ね、か知らないけども向こうの方じゃ相当押し返されてるようだよみたいなね。 あそれじゃあやっぱりどうなんだろうで一方でウイグルの方では独立運動みたいにあるし、うんはい、で台湾だってなんか一生懸命やってるしね、はい、そうするとこういう、まあ、北京から見ると悪いムードが広がる前に、うん、やっぱり目は早く摘んどかなきゃいかんとで,、ね、で甘い顔をしてるとどんどん広がるかも分かんないから、うん、ここは一つガツンとやってやろうみたいなねいそういう形になってこの6月30日に香港、うん えー、なんか国家安全維持法日本でいうとですね昔、うん、治安維持法っていうのが戦前にあったんですよ。はい、で当時政府に逆らったり、うん、それでちょっとその左翼の文献本かなんか持ってたりね、はい、要するに思想的に問題がある人とか、うん、別に何にもやらなくてもちょっとそういうその、えー、左翼思想みたいなものに関係するような本を持ってるだけで捕まえて「うん、誰がこんなもん渡したんだお前の親分は誰だ」って言って拷、うん、問にかけられたり。 あの小林武史っていう、あの蟹工船をね、書いた小説家もいたんですけど、まあ結局そういうことでもって連行されて、拷問にかけられて死んで帰ってくるとかね。そういうのはたくさんいた。だから、あの頃と、まあ、あの頃の日本と近いのかなっていう感じがしますよね、うん。うんうん、あの習近平さんがすごい強気だなと思って、で、結局その、まあ、いきなり国家安全維持法をね、香港の、いや、あの、施行しましたけども。 一国二制度っていうのを約束してたわけじゃないですか。そうですね。だから。イギリスとも。変換した。五十<う>年。五十年ですよね。五十年、これね、これやります。で、英国も怒ってるし、何してんねん、勝手にみたいな感じで、うん、まあ、まあ、もちろん、その。えっ、ー、と、英国とか、台湾とか、あと、オーストー。 ラリアですねとかは香港から移住希望者を受け付けてビザを発行しますよとかって言って今結構前のめりに保護ビザのことに関してとか調整をしているようですがなんかすごいこう世界に向けて結構強気ででなん強気っていうことが本当に強いのかしらってのはよく分かんないんで確かにね今中国の経済力が没効していることは間違いないし。 習近平体制もかななり盤着になってまあそれは分かんない中ではいろいろな動きがあるのかも分かんないけど少なくとも表面上では彼がこの強硬政策を出してるでそれで一方こういう時があるとですね普通アメリカが「うん、おいおいと」とそういうふうな人の人権を弾圧しちゃいけないよっていうことを必ず言うんだけどもトランプさんいうのは人権に興味があんまりない。はい、商売には興味あるけども そ,のうそういうことをやったら人の道に反するじゃないかなんて、まあ、言える人でもないからねから結局それは米国がこうガツンと中国が出ても強く出てこれないだろうとうしかもまあ自分の選挙でもって足元がぐらついて、はい、逆に習近平もいろんな国内事情でもって強く出なきゃやないだけど一方ではアメリカが強く出てくることはないだろう、はい、だやれるんだったら今かな。 選挙が終わったりしてまた民主党の大統領でも出てくると、うん、ちょっと違うんじゃないかみたいな国際世論が起きてですね、うん、中国に人権外交で仕掛けてくるかもそうなる前にやっちまおうということを考えたのかもしれないですね。このあの法新しい法案がですね、うん、結局その 我々その外国人の中国とか香港の人以外にも影響があるかもしれないと言われているじゃないですか。もちろんその、えー、香港に今行くことはできませんが行ってなんかこうそうデモに参加したりとか、あのー、あとその香港中国やばいでみたいな話をするだけでなんかこう。 中国にとって、えー、不利益なことを言ったっていうのであの罪に問われるみたいなことを言っているって、うん、それをこう広くでも見るとなんかこう今その中国がやろうとしていることに結構いろんな国が反対してるじゃないですか、うん、でもちろんそのアメリカもあの反対をしているじゃないですか,、うん、なんかそれ自体にもなんかこうけんか越しになるんじゃないかなそして、うんえー、日本はなんか結構割とふわっとまだ今,今のところふわっとしてるというように私には見えるんですけどでも一応アメリカの様子を伺ってんのかなとか、うん、なんか。 うーんとこれから日本どうしていくんだろうとかだからね、うん、その分かんないんですよっていうのはね、うん、それだけの強権を与えてしまって何をやったらどれぐらいこの強く出てくるのかってのは分かんないわけだから要するに中国のハンドリング次第、うんはい、だからこの国家、まあ、安全維持法ですか、はい、これは一番重いのは終身刑ですよね。 どういうことやったら終身刑なのってのは分かんないし、うん、でそれが発動その6月の30日に決まって即日発行ですからす、ね、と思ったら翌日この紙にですね「香港独立」って書いた紙を持ってたってだけで捕まえられて「うんうん、お前国家安全維持法違反」って逮捕されてるわけですよ何人も。うん、だからそうなると本当ねあのまあ大陸側の北京政府のムネ・サンズン ある意味でその現場の,きあのおわりさんがですねこいつそれでそこに面倒くさいのは単にその自分の国を転覆しようとする何をもって転覆しようとするのってやっぱり社会主義なんてダメだとかね共産党政権がついたらダメだなんて言ったら国家転覆になっちゃうかも分かんないし、うん、それこそ香港独立ってだけでお前は まあ国家を転覆ししようとしているとてるも言われていますそ,す、ね、それともう一つは外国勢力とつながって何かやるっていうのはいけない重、うん、罪なんですよ。はい、ということはまあ必ずそのどこの国でも、まあ、アラブでもそうですけどもいろいろ大きくなると外国の諜報機関なんか入ってきて後ろで支援したりとかですね情報を流したりっていろんなことやりますよね。はいはい そんなのはベネズエラなんかでも転覆させようと思ってアメリカの CIA が動いてるなんてことあったじゃないですか、うん、で当然彼らから見ると香港でこんな大きなデモをやってるのはアメリカが後ろで手を引いてんだろう,うまたイギリスがまた、ね、いろんなことをやってるんだろう、まあ、アメリカもイギリスも諜報機関は結構動いてますから、はいまあ、全然ないとは僕も思わないんだけどうそういうことに対してものすごく過敏なわけですよ。彼らが この我々の今ちょっと弱さを見せるとそうやって裏からその反革命を仕掛けてくるそう,うそうするとまあ日本なんてそこまでやれるかどうかは分かんないけど、ね、日本の商社員を装って、まあ、そういうふうなところのね、うん、そのまあ言ってみれば、えー、スパイに色がついたようなやつがんなんかや,やってんじゃないかっていうんで捕まえちゃうってことてまあ捕まえりゃ。 あとはもう自白したとかさそうですよねで今ねその、まあ、香港のデモというと結構若い世代が前に立って声を上げてるっていうイメージがあるんですけどもそ,その活動家たちがですね香港を離れていく、まあ、もちろん本人たちは、うん、あの生まれた、ね、国にいたかったと思うんですけども、ね、あの命の危険を感じるから、ねえー、出ますって言ってもうこの2020年にそんなあの状態になっているということに、まあ、我々に 日本にいいるととととななんくこううししてしまうというか、うん、でも距離的にはすごい近いのになん,、ね、なんというこのピリピリ感の違いのさ、うん、民主主義っていうことに関して命かけてやられてるっていうのがなんだかなと思って最近考えるんですけど、うんうん、だからねちょうどさっきの話じゃないけども、うん、都知事選の最中じゃないさ、はい、それでそのお隣では、うん、要するにこう民主化団体が潰されてって。うん 政治的自由が剥奪されて、声さえ上げられない。だから、あの、えー、国家安全維持法ができた日ですか。はい、一通のツイッターが世界に流れて、はい、これ大きな反響があったんですけどね。うん、シュウテイさんという、アグネスチュウさんという。ええー、二十三歳の女の人ですよ。はい、まあ、あのめ、めちゃくちゃ日本語うまいんですよね。はい、日本にも来て、あの、いろいろインタビューを受けてましたけど、その人が、私は。 えー、自分の所属している、うんえー、政党から離脱しましたとそれで非常に重いこれは重い決意ですでもそれをせざるを得ないような状況になってます、うん、それで生きていくまだ生き続けていけばまだ希望があるかも分かんないって言葉で結ばれてたんですけども、うん、もう要するに彼女なんてガ傘運動とか、はい、そういうところの先頭に立ってやってたんですよね。うん、だけど今 その戦闘正面に出ればすぐ逮捕されて「お前らは国家転覆の企のてをしてる」って言って大陸連れていかれたらもうあとは命があるかどうかも分からないだらよくあの中国の知識人でも捕まえられたらもうほとんどそのねええ精神がおかしくなるまでいろいろ拘束されるような人っていますからね。そういうい恐れがああってとりあえず こう身を隠す。うん、場合によっては、そういうことをやってた活動家は。国から出るっていうね。うん、まあ、一歩後退を強いられてるんですよね。そうですよね。なんか、あの、私は、まあ。 とは,言うとは言えその中国をそういう面ばっかり怖い中国怖いみたいな面でばっかり見るのはダメだなぁとは思うし例えば今はもういらっしゃらないですけどインバウンドとかって言って、うん、私たちが見ている中国の方って結構ね<ー>いっぱいお買い物してとか、うん、なんかその一部分しか見てないなでどっちかっても喧嘩せんと仲良くしようぜ中国人がどうのこうのって言って、うん、あの嫌がる人もいる。 するる人ももいいかしれなけど仲良くやろうぜみたいなふわっとした考え方なんですけどやっぱこういう一つ一つの問題というかを見ていくともっとんかこう知るべきことがたくさんあると思っていて私最近「マサンジャからの手紙」っていう映画があるんですけどもそのドキュメンタリーを見ましてそれはマサンジャっていうところに強制労働施設があってで「法華公」っていうんかこう「法輪公」っていうそのね。 ねえー、と気候のねあれをただただみんながやって共演に集まってるんですけど、うん、その規模がどんどん大きくなりすぎて、うん、中国当局がこいつらに何かされたらやばいと思って、ねえー、これは邪教だって言って弾圧が始まって強制労働施設に掘り込むみたいな感じで,でそのマサンジャに連れて行かれた人がその。 ハロウィーンの、ね、こう飾り付けをずっと作らされるんですよ、うん、工場でずっとでそこでいろいろ毎日毎日虐待とか拷問とか起きてでそれを助けてくれっていう SOS をちっちゃい紙に隠れて書いて、うん、その,おも,あのおもちゃの中に入れてたんですよ、うん、そしたらそれが何千メートルっ離れたアメリカのある主婦の手元に届いて子供のために買ったのを開けたら手紙が出てきて「うん、なんだこれ?」ってなって世界のニュースになったっていうところから始まってで、えー、そのまあ中国のもともといらっしゃる っっしゃったんですけども今はカナダに住んでいるリー監督っていうその監督が、うん、あのその人を追いかけて一緒にドキュメントを作ろう、うん、でもただそのリー監督はもう中国に入れないっていうのは、ね、彼のデビュー作が「臓器売買」の。 その実態を描いた<あ> <laughs> <ー>でもそれです目をつけられているのでもう帰っちゃうともう出てこれないっていうのででそのカナダと、えー、その人とまあ、あのゴックヒ秘リーにですね、うん、連絡を取って、うん、でドキュメントって言いながらその手紙書いた人が自分でカメラを回してっていう。うんでそれ でそのまあ臓器売買のことも知らなかったしそういうなんかこう強制労働施設の実態も知らなかったし、うん、まだまだ知らない中国がいっぱいあるなそしてそこに来て、うん、今回の,その香港の不当な明らかにちょっと、うん、いやそれあかんやろっていう香港国家安全維持法っていうのでやってるからなんかちょっとこう中国大丈夫かなっていう、うん、で同じねやっぱアジアだし、うん、もうちょっとこう知って、まあ、それはいいよとか悪いよとか、まあ、言って。 言うって聞くとかじゃないと思うんですけど、うん、なんかぼーっとなんか過ごしているよりも、私たちも知らないといけないなと思。そうなんだよね。だからね、うん、それは僕たち、こうやって今ここで好き勝手なこと、はい、話してるし、うん、まあ、人を傷つけたりとかですね。うん、ヘイトでなければ、自分のこの考えてることを人前で堂々と話すことはできるんだけど、うん、香港、ついこの間までそういうはずだった香港が、今それができなくなっちゃうっていうね。うんって だってついこの間まで香港っていうのは中国大陸非常に閉鎖的な中国大陸が世界に開いた窓ですよとでここはこんな自由なんですよってことをやったのが一夜にしてですよ。そそれ結構いい線いったんじゃないと思ったらガラッと変わったと思ったら、うん、もう直接統治統治。でこういうですね常に民主主義とか自由っていうのはその相対的なもんだよね。 そのもうみんなあの死んじゃっていくかもわかんないけどもその戦前に治安維持法で、はい、ほとんどまともなことを戦争反対になって叫べなかった反対以前か戦争の実態さえ知らせてもらえなかったそ,っか、はい、そういう国は我が国にもあるし、うん、ちょっと行くと隣にもあるしもっと奥行くともっとひどいことになってるかもだから僕たちはそういう状況にあるんだなっていうことを今僕たちの与えられている自由みたいなものっていうのも だって僕がその一生懸命ね、うん、あの勝ち取ったわけでも何でもなくて、うんはいろいろ苦労した人たちがいたりそ、ね、その辛い戦争で経たりというところでやっとあって、うん、なんか当たり前なもんだから都知事選挙の,あのなんか候補者のさ、はい、あの政党員ですかみ こういうことを言う人もいるのかな <laughs> と思うほど。でもその権利もありますもんね。そうそうそう。あの非選挙権というものがありますから。でもそこまで今乱熟してるんだけども常にそれだってわからないってことですよ。<うん S 1> そうですよね。<ねえ S 1> そうだからね私たちがそのやっぱり憲法日本国憲法で21条でデモをするまあ表現の自由とか思想の自由というものが保障されているということのなんというありがたさかなって改めて今回思ったんですけども、それをなんかこうもっと 若い子はも特になんですけどす、ね、持ってるのにこう知らないとか使わないとか興味ないって言って本当になんかこうもったいないしねなんか香港みんなその命がけで自分たちの思いをって変えようってやってるのになんかこうわ、まあ、かんないですけど今回のね都知事選の投票率だってわからないですけど少しでも増えてほしいですけど。そ、うん、そうですよねねねれとねさっきね そのインバウンドで中国の人が来てるっていうねあの人たちだっていいじゃない、うん、僕はそうだと思うんですよその人々とと政府っってていいいううのをやっぱり区別して考えななきゃいけないと思うんですよ、ねうん、でその日本人の場合ねそんなこと言ったってお前らは選挙のって自民党を選んで安倍さん政権は結局あなたたちが選挙の結果だろって言われるとまあ偶のでも出ないわけなんだけどね中国の場合は別に選挙で選ばれてるわけじゃないんですよ。 まあその代わり共産党がまあ言ってみりゃ内戦でも勝ち抜いて、うん、それこそ日本帝国主義を生み出して、うん、それでじゃあ紹介石を追い出してみんなの国作ったんだっていうことで正当性を言ってるのかも分かんないけど、うん、でも時間が経つとちょっとあんたら勝手にやるのおかしいんじゃないでもそれがなかなか言えない、うん、でもそういう国は世界意味ゃたくさんあるわけですよね,、はい、すねだからそこのところあの僕たち自分の身の回りだけ見てるとよく分かんないけど 僕たちの社会だって時をたどっていくとすごい時代があったわけだしそれで今だってね毎日その僕たちがぼーっとしてるといろんな人権とか我々のデータを捉えたりあの憲法だっていう空洞化されたりっていうことがあるわけだから相当そこはちゃんと中核深くっていうかいろんなことを知っていかなきゃいけないんだよね。 うんでね、先ほど言った私の「マサンジャカ」なんて紙っていうのをドキュメンタリーで制作されたー監督も、うん、あの直接ちょっとインタビューしたんですけどおっしゃっていたのが、うん、その中国の中でもおかしい中国って思ってる人いっぱいいるけど、うん、中ではやっぱ言えないから、うん、世界を巻き込んで発信をして世界から監視して変わってもらうっていうことをやっぱ望んでいるとだからまず知ってほしいっていっぱことをおっしゃっていたので、まあ、私たちもそういういろいろ知る作品とかあの、まあ、このね活動 他の方たちもいっぱいたくさん発信もされてるからキャッチするという,う、ね、ことをねあのしないといけないなと思いました。まあこれはあのこの香港の、うん、香港の問題に限らずすべてにおいてなんですけども、ねうん、はいまあそれこそがねあの民主主義なのかなといろいろ考えました。ね、はいまあ今日はちょっといろいろ山田さんと日本から香港まで話ができました。うん、またぜひそうです、はい、で香港の人たちに、うん 一番応援したのは僕たちがずっと見てるよ。そう。僕たちも声を上げるよ。うん、僕たちもまた日本で頑張るから。はい、うん。っていう、そういうことだね、はい。はい、そうですね。もうね、国境を越えて連帯をしていきましょう。はい、はい、ということで、えー、今日、今月の屋台の大問題、えー。ジャーナリストの山田敦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。